今日はちょっと2人で対談をしようということになりました。ちょっと最近調子どうですか？まあ横ばいですよ。横ばいですか、うん、見てるにちょっと下ってる気もするんですけどそれ私のちょっと思い違いですか？思い違い、そんな悪くないですよ。あ、そうですか、はい、あ、それは失礼しました。今日はちょっと真面目な話が一人だとどうしても多いみたいなんで、うつの時に気分をちょっと変換する、そういう方法について語ってみようかなって思っています。そんで今日の趣旨は、あ、今日のちょっと、あ、これ工夫したなってところは、この年代ごとの洋楽ヒッツに乗せてその年代の思い出を語るっていうような感じで一問一答方式でいこうかなと思います。早期法みたい。あ、認知症の方に使う早期法みたいなの。あ、そうなのこれそう、そうなの？音楽聴かせながら？だからその方の生きた懐かしい曲を流して。あ、へえ、そうなんだ。短期記憶はないもんだから。でも落ち着くよね、うん、そういうのって、ね、音楽が若い、自分が若い頃の、うんうんうん、元気な頃の曲っていうのは覚えてるから、うん、思い出してもらって落ち着いてもらうっていう。じゃあ私がそういう方法を取るときは中森明菜を流してしんちゃんはどっちかっていうと洋楽派だからね。ね、ラジオっ子やったからな。ラジオっ子やったからな、うん、だからちょっとそれをやってみようぜ。今日の対談、つまらなかったらごめんなさいお前は誰なんだよっていう風うだったらごめんなさい。みんなそうやでもテーマは気分を転換する方法っていう趣旨です。なんならミュートにしてもらってね、ドライブ動画として。うん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 、うん、ドライブ動画として。結構昨日雪が降ったから結構ところどころに雪が残ってて、割に風景は綺麗かもね。ところどころ綺麗な、うんうん、ところどころいい風景があるかもしれない。雪化粧した、うんうん、まあ、山が綺麗だからね、本当にここら辺は山が綺麗だよ。お願いします。イエイイエイ。早速なんですけど、はい、この今ジャクソン先生の、あ、マイケル・ジャクソン先生のビリー・ジーンが流れてるわけなんですけど、はいはい、初めてムーンウォークを披露したその動画が残ってるんで、ちょっと検索してみてください。非常に感慨深いものがあります。この曲で初めて人前で披露したと言われてるのかな。そうなんだ。びっくりしたやろうね、初めて見た人は。っていうか、ああいう発想がすごいよね。じゃあこの人、ジャクソン5っつって子役っていうか、うんうん、ね、子供の頃にね、うん、一回
その国民的アイドルで一世を風靡して、うん、そこからね声変わりしたり成長する中でいろいろ苦悩もあって、うん、まあいろんな努力されたと思いますよ。うん、この人みたいな人をカリスマっていうんやろうね。うん、世界中の人が。そうだね。目の前にマイケルがいるってだけでね、失神したりね。歌ってもないのに。でも憧れの人ってそうかもよ。うん、いやだけど別にマイケルじゃなくても。うん、だけどこれだけの多くの人にさ。それがスターたるゆえんよな。うん、本当か嘘かちょっと真偽のほどはあれやけど、あの今でこそドイツでね一つだけど、当時ベルリンの壁を崩壊させたのはマイケルのおかげやっていう。どういうこと？だから西ドイツだか東ドイツだかでマイケルが、まあ、来るっていう。ほうほうほう。でそれを羨ましがった反対側の西ドイツだか東ドイツだかが悔しくてなんだこの壁って言って、こんな壁さえなければ見に行けるのに、マイケルを見に行けるのにって。そういう国民感情をすごい、だから政治家、本当だね、政治でもそう解決できなかった問題を一人のミュージシャンが、すごいな。これって一番最初に出たの何年ってこと？じゃあ今の歌何年だろう。80年代これ一応これ80年代ヒッツかけてんの？今そうかな。じゃあ80年代の早期認知症80年代っていうと、しんちゃんは0歳から10歳、私は2歳から12歳でしょ、それについてちょっと語り合おう。ぜいぜいぜい見てる人に不快感与えるからそういう普段しないことは。そうだね。でもこれも、一つの、転換する方法だと思うんだよね。なるほどね。意図的に。やっぱりこういう場を借りて、ちょっと普段とは違う。抑圧された。別に抑圧されてるわけじゃないけど、別に質されてるとは思わないけど、ちょっと普段とは違った自分のテンションをちょっとこう上げて。行く、っていうのも、どうなんだろうね。私はいいかなと思うけど、しんちゃんはちょっと後でリバウンドとか来るかな。いやだから無理はしないわ。あ、私は無理しない範囲で。あ、そうかそうか。あ、なるほど。無理もない範囲で。なるほど。だからやっぱりいつもと同じテンションなんや。テンションが。でももうちょっと上げる時もあるんですよ。でもちょっと今はそういう気分だらしいので、このテンションでお送りします。私はちょっと今日は変えてみたいと思うので、変えたテンションでお送りしたいと思います。
ところで80年代か80年代80年代はもう俺のピークやな、うん、ピーク人生のピークやな。え、どういう風に、まあ、一番ブイブイ言わせてた。ああ、そういうことか。年代やな。怖いもの知らずっていうか。うーん、楽しかったんや。まあそうやな。傲慢な傲慢で、なんだろうね、井の中の蛙だったわけね。そういうことやね。どういう風に、なんだろうね、どういう風に、何が傲慢だったの？聞いてる人分かんないじゃん。いや、だから、まあ、井の中の蛙ってことよ。本当に学校なんかでも、うん、ね、イエイイエイみたいな。そうそうそう、うん、ちょっといじめっ子っていうか、ちょっとなんか何でもヘヘヘみたいな。いや、いじめっ子ではなかったよ、うん、なかったけど、うん、そういう感じだったもん。ではなかったけれども、うんうん、何でも笑いに変えるような、まあ、そうそうそう、楽しかったわけだ。そうね。偉そうにしてたな。うんと、今考えて偉そうにしてたなって思うって相当だね。まあ、あの時期を経ての今なんだけどね。でも。いい時期だったなっていう子供時代、まあ、そう過ごせるだったってことは幸せだね。そうね。そんなに、ね、ああ、よ本当にピークだっていう時がさ、そういう子供ってさ、うん、やっぱりそのに幸せ、そのであってほしいやん。世の中にはね、そのなんかすごくではない、ね、そうでなかったりさ、忌まわしい記憶の人もね、いるし、いる中で、ありがたいことやな、ありがたいことやし、そういう幸せな子供時代をくれたってことは本当に幸せなことだよね、人生のピークだったんだ。10歳ぐらいが、そう、10歳ぐらい、そうか、人生のピークか。まやちゃんはどうですか、その10歳前後の。10歳前後、私あの何、人生のピークだったとは思わないかな。じゃあいつが人生のピークだったんだよって言われると分かんないけど、根っからの陰キャだったな。陰キャラっていう、なんていうかな、そうだね、どっちかっていうと陰キャラだよね。まあその陰キャっていうより、なんていうの、まあ人の顔色をこう伺うようなタイプやったんじゃないの。早熟やった、まあ、よく言えばその大人なんていうの、俺はなんていうの、まあ、良くも悪くも子供、ああそうかもね、天真爛漫な、すごいいい表現すれば、なるほど ね、 そのね、そちょっと人を顎で使ってたりとかしたところもあるけど、まあ、それ悪意はなくて、なんかそのなるほど、ね、そういうのが許されるのかなみたいなさ、あれだったけど、子供らしい子供だったんだね、だったんだけど、じゃあどっちかというとそういう、あ、そういうのはないかもしれない、相手のね、反応とか、そういうのを おもんぱかる、いや、おもんばかり。でも私生まれた時から反抗期っておばさんに言われたことがあって
それは初耳ですね、うん、いろいろなことがあって、うん、だからそんなにすごいいい子ちゃんでもなかったっていうか家庭内では、うんうんうん、あの外に出ると学校とかでは割に、うん、あのいい子ちゃん気取ってたけど、うん、反論もしないし、うん、先生によくお手伝いしてくれてありがとうとか言われるような、うん、そういうキャラクターだったんだけど、うん、うちでは割と、うん、ちょっとねムスッとしている、うん、なんかちょっと親からすればグズっていうか、うん、グズグズしてとかグズグズ言ってとかっていうようなタイプだったんじゃないかなって思う、うん、だから、うん、まあ、その家の外の、まあ、一つのコミュニティでは結構なんていうブレーキかけてたんだろうね。で帰ってきて、うん、まあ、それをこううん、ね、そうかもしれない。解除して、うん、まあ、うん、でもなんで私はそんな風に言われなきゃいけないのとかっていうそういうちょっと可愛くないところもあり、うん、何がそんなに、うん、その他のいとことかと違うのかなとか、うん、そういう風に思ってた。なんであの一個の近くのいとこは、うん、すごく、まあ、いい子いい子っていう風に言われてるのに私はそんな風に言われなきゃいけないのとか、うん、だから素直じゃないっていうか、うん、子供らしく喜ぶこともないし、うん、そういうのもあって可愛くなかったのかなと思う、うん、だからそういうのも含めて、うん、なんかおばあちゃん、うん、はなんか逃げ場っていうか、うん、おばあちゃんのところに行けば、うん、なんかちょっとなんていうの自分ちょっとなんか、うん、嫌な感じになった時も、うん、おばあちゃんだけは私のこと味方みたいな風に思ってたかな。ああ、よく聞くねそういうおばあちゃんっていうのは、うん、そうおばあちゃんっていうのはね本当にねだいいよいいよ大丈夫だよとか言ってね言ってくれるんだって。またうちのおばあちゃんも本当にねあの性格のいいおばあちゃんでさ、ちょっと後半はボケちゃったけどさ、本当に可愛がってくれたよ。保育園から帰ってくるとちゃんとストーブの上でな焼き芋焼いてな待っててくれてな私のために。私が焼き芋好きだから、で保育園から帰ってくると焼き芋食べるのがすっごい楽しみだったか。おばあちゃんの部屋で水戸黄門とか見るのが好きやったとか。おばあちゃんは私の見たいものを優先してくれてさ、テレビとかも水戸黄門も、うん、水戸黄門も暴れん坊将軍も大好きやった。私暴れん坊将軍と水戸黄門が、あ、そうなん、うん、大好きやった。平和主義でしょ。まあ水戸黄門と絶対に正義は勝つみたいな。おじいちゃんとかおばあちゃんっていうのが俺あんま身近じゃなかったからさ、うんうんうん、聞いたり、うん、そういうよく聞くよね。その、うん、親は割とこうストレートにものを言うんだけど、うんうんうん、そのだからおばあちゃんとかおじいちゃんも実の子にはそうはできなかったんでしょ。だからそのできなかったことを孫にしてあげたくなるっていうね、一歩引いてるからさ、うん、うん、だって親の私の親の親であるからさ、うんうんうん、ちょっと一歩引いた目で 見れるよね、うんうん、だから何よくさ、うん、今はさ、うん、こんなになかなか3世代同居とかさ、うん、ないよじゃん、うん、みんな大体こう何ある程度、うん、各家族で過ごすことが多いけどさ、うん、私はうちなんかそうやな、うん、でも生まれもでも近くにいないじゃん。だからしんちゃん生まれながらに各家族とか、うんうんうん、だから
おじいさんとかおばあさんのいる家庭っていうのは、その何、子どもの成長においていいことだろうなって自分でも思う。なんか年寄りには優しく しなきゃとか、そういうのはもう本当に普通の生活から普通に学んだだし好き普通に、お年寄りが好き、かわいい、かわいらしいと、ある種僕なんかも身近にいなかったからこそ、うんうんうん、憧れみたいなのがあったんだよね、よね、潜在的に、うんうん、そういうぬくもりとか、うん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 、その長く生きてこられた人が持つ特有のなんかね、雰囲気とか、うんうん、オーラやね、そうオーラだよね、うん、本当に本当にそうだよ、うん、一人一人に人生があってさ、長年過ごしてこられたんだからね、うん、やっぱオーラはあるよ、出てくるよね、うん、だいぶ救われたね、うん、だいぶ救われた、10代は10代だった、うん、っていうのと、しんちゃんは、うん、人生のピークだったという10代、まあお互い幸せな、まあまあ、うんうん、そうね、あのね、うん、子供時代を過ごしてこれたよね、ありがたいこと、ね、ありがたいことだよね、うん、私もちょっとひねくれてたけど、うん、でも幸せだったもんな、決して不幸ではなかったし、嫌な思い出とか かき消したい思い出ではないもんな、うん、ありがたかったです、うん、ここで一旦切る？いいよ、10代うちらも40代でさ、うん、4本取れるよな、4本目タジタジだけど、なんで音楽あんまり聴いてない、本当やな、思い入れが、思い入れがないか、でもそれも40代だよね新しいものを取り込むっていうより、逆に美空ひばりとか聴くもん、うん、より、うん、この今までをの聴き慣れたものを欲するっていうのがこういうね、うんうん、山が綺麗、綺麗だね、ほんと綺麗、じゃあ10代の思い出終わって、うん、1980年代、うん、1990年代に移っていこうか、うん、じゃあ曲も変えるね、はい、はい、スパイスガールになっちゃった。いいよ。おお、スパイスガールズ。もうこれ30年ぐらい前の曲になるんか。だねー。20年代ってこと。